はい、こんにちは、トグリーです。今日はですね、連日、オリンピックでメダルラッシュが続いていて、楽しく視聴させていただいている今日この頃なんですけど、残念ながらやっぱり今回のオリンピックも選手に対する誹謗中傷が話題になってしまいましたということで、ちょっとヤフーニュースに、実は東京オリンピックの時にも書いたんですけれども、問題提起記事、オリンピック選手への悪質な誹謗中傷を止めるために、私たちは何をすべきなのかっていう記事を書いてみました。難しいですよね。本当僕は SNS 推進派なので、SNS はできるだけ多くの人に使ってもらいたいんですけど、やっぱり多くの人が SNS を使うと、どちらかというと多分テレビの前で今までだったら独り言で言ってたような罵詈雑言を選手に対して直接ぶつけてしまう人が出てきてしまうっていう。これ世界的にある現象だと思うんですけど、やっぱね、日本は比較的、やっぱり匿名掲示板から脈々と続く、ネット上のこのお作法みたいなものが、普通の国よりもやっぱちょっと誹謗中傷を激しくしてるんじゃないかなってちょっと仮説がありまして、何ができるのかっていうのをちょっと記事で一回考えてみました。今回ね、パリ五輪の日本選手団が緊急声明を、大会期間中に出すっていう、これはね、多分かなり異例な状態だと思うんですよね。よっぽど多分、本来は多分大会期間中とか、JOC とか、こういうことやりたくないはずで、せっかくポジティブなね、話がメインなので、こういう声明とか出したくないはずですけれども、結構長い文章ですからね、SNS 等を通じた皆様からの激励応援メッセージはアスリート、監督、コーチへの大きな力となっています。その一方で、心ない誹謗中傷、批判等に心を痛めるとともに不安や恐怖を感じることもありますっていう。侮辱、脅迫などの行き過ぎた内容に関しては、警察への通報や法的措置も検討いたしますまで、明確にチームジャパンとして JOC が声明を出したっていう。実は、東京オリンピックの時にも、それこそ水谷選手とかが誹謗中傷があることを明らかにして、結構話題になったんですよね。でも、その時には、実は、東京五輪パラリンピック組織委員会は、声明を出す予定は現時点ではないっていう、結構話題になったんですけど、声明を出す予定はないと。大会中国のオリンピック委員会だけれども、大会が終われば競技団体が主語になるので、選手の所属から適切なアクションがあると考えていると。要は誹謗中傷に対する対応は、競技団体がやるものであって、オリンピック委員会ではないっていうのが、3年前の東京五輪の時のオリンピック委員会のスタンスだったんですけど、今回はわざわざ出してるんですよね。多分、海外選手とか審判に対しても誹謗中傷が結構出たのが話題になっちゃったんで、それでやっぱり国際問題になりかねないんで、声明は出したんじゃないかなと思いますけど、やっぱね、ちょっと軽くこの数日間の誹謗中傷記事を並べてみたんですけど、競歩で柳井選手が団体に専念するっていうのを投稿したら、かなり誹謗中傷が来たらしく、厳しい言葉に傷ついたっていう報道が29日にされています。で、阿部詩選手が、敗戦の後に、号泣されたので、ここにウズベキスタンからの 国旗投稿とかもあったんですけど、結構日本人の ネガティブな批判の書き込みが殺到したみたいなのも、これも29日に報道されてますね。で、30日は、永山選手が審判の、柔道におけるあれですよね、待てがかかったのに技を止めなかったみたいなので、納得いかずに5分間畳から降りないみたいな出来事があった結果、やっぱり、永山選手を応援していた日本人が、相手選手に実は誹謗中傷投稿をかなりしたそうで、永山選手が相手選手の誹謗中傷を控えてっていう投稿をわざわざされる展開になったって報道が30日ですね。で、31日にはバスケの日本・フランス戦の審判に誹謗中傷が殺到したっていう記事があり、あれはね、ちょっと僕ももやもやしましたけど、4点プレーこんなところで出るかっていう。でもあれは、河村選手も言ってましたけどね、ちょっと不用意でしたよね、近づいたのが。みたいなところを納得いかない人はやっぱり審判に誹謗中傷しちゃうってね、まあ気持ちはわかりますけど、しかも SNS あるとできちゃうんだけど、この辺が結構組織委員会が声明出す背景になってるのかなっていう。で、出口クリスタ選手、これは正式にまだカナダ代表の選手ですね。ただ、SNS 上での誹謗中傷について言及されるっていう。まあ、毎日のように誹謗中傷に関するニュースが報道されているっていう。まあ通常だとこれはどっちかというとそんなにネガティブが起こってないものをネットメディア記事化して過激にするっていうのが結構起こっていることも考えられるんですけど、まあなんといっても選手がやっぱりね問題提起をしていると、これはね本当に良くない状態だと思いますね。昨日も柔道選手の会見で、まあ、永山選手とか阿部詩選手が改めて誹謗中傷へのコメントをされている記事が出てましたけれども、まあ、本当ね、難しい問題だなと思います。一応、やれることとしていくつか並べてみたんですけど、現実問題として一般人の我々が誹謗中傷投稿に対してできることはまあ通報だけですね。まあ、攻撃的な行為の報告っていうのは、まあ、X にしても、インスタにしても、まあ、何かしらの通報機能はありますんで、まあ、我々としてはとにかく誹謗中傷投稿を見たらもうこの通報をするしかないっていう。コメントで結構反論してる人とか、まあ、こんな変なこと言ってるやつがいるから晒してやれって言ってリポストしてる人とかいますけど、まあ、コメントしたら、まあ、絶対その向こうをさらに感情的になってより過激になるリスクがあるんですよね。これ、選手がさらに傷つく行為ですし、当然、誹謗中傷投稿の拡散なんてもってのほかですよね。晒して、その人を攻撃させる目的であったとしても、知らなくても済む人にまで届いてしまうので、一般人は通報だと思っていただければ。で、もう一つできることは、誹謗中傷投稿に対して何かをするんじゃなくて、まあ、とにかく選手に対しての応援コメントをたくさん投稿してあげるということですね。まあ、これは、やっぱり、阿部詩選手もそうですし、まあ、星野源さんなんかが、まあ、誹謗中傷の対象になったときに、やっぱり応援してくれてるコメントに本当に救われたよね、みたいなのを荒木さんとおっしゃってましたけども、まあ、ポジティブな投稿を増やすっていうのが基本だと思います。ただ、まあ、残念ながらそれでは足りないぐらい誹謗中傷が多いし、まあ、誹謗中傷1件でポジティブコメント100件ぐらいのパワーがあるやつが全然あるんですけどね、下手したら1000件とか1万件気にならなくなるぐらい、1件の誹謗中傷で傷つくこともあるんですけど、まあ、あとはやっぱり永山選手、本当ガリルゴス選手に対して、ちゃんと誹謗中傷しないでとか、ちゃんと謝罪に来てくれた写真を上げて、私たちは柔道ファミリーですみたいな、こういう投稿をやっぱりできるだけ拡散して、まあ、間違って誹謗中傷なんか、永山選手のためにと思ってやってる人の誤解を解くっていうのは、やっぱ基本なんだと思いますね。みたいなのを、まあ、3年前から書いてはいるんですけども、こういうのでは足りない段階になってきていると思うので、今回やっぱり明確に思ったのは、やっぱりもう日本オリンピック委員会が多分法的措置をちゃんと取らないといけないフェーズになっていると思いますね。これはもう東京オリンピックの時にも思ったんですけど、やっぱりあくまで競技団体がやることだとか言ってる場合じゃないと思いますね。やっぱり東京五輪の時にやっぱ警告だけして何もしなかった結果、今回パリ五輪で状況が悪化してしまっているって話なので、まあ、今回声明でも法的措置も検討いたしますになってますけども、まあ、これを警告として、この後悪質な投稿をした人に対してはもう明確に法的措置を行使しないとダメかなと、個人的には思っています。まあ、これはもう、ちょっと僕が最近悲観論者になってるからって話なんですけど、やっぱり、誹謗中傷を行っている人は、やっぱりまあ、正義感をもとにやってるケースが多いので、誹謗中傷だと自分が気づいてないんですよね。で、警察から連絡が来たり、本人特定されたり、訴訟されたりすると、慌てて、そんなつもりじゃなかったんですって平謝りしてるケースが非常に多いですけれども、でもそれ、やっぱ知らなかったで済ましちゃダメだと思うので、やっぱりもう、まあ、本当言葉の暴力行為ですからね、やっぱそれをしてる人に、もう違法行為であるっていうのをちゃんとせっかく厳罰化されたんだから知らしめるっていうのをしないといけないと思うんですよね。ただやっぱり芸能人とかスポーツ選手は個人で訴訟すると、あいつこんな投稿で訴訟するんだ、心が狭いなみたいなさらなる誹謗中傷が増えてしまうリスクがあるので、淡々と組織的にオリンピック委員会がやるっていう、競技団体が選手を守るっていうふうにしないと、芸能事務所が芸能人を守るっていうふうにしないと、個人の判断で訴訟を任せたら、日本はやっぱ訴訟すること自体がなんかこう、ネガティブに捉えられがちなので、もうこれはね、機械的にみんなでやらないとダメだと思うんですね。実は為末さんが3年前の東京五輪の時に JOC は被害を受けた際、法的手続きをサポートする仕組みを作るといいと思いますって提案されてるんですよね。これ、その後進歩しているのかどうかわかんないですけど、これが必要だと思います。サポートっていうかもう、個人的には JOC がもう機械的に多分本人特定をやっていくっていう予算を取って、ちゃんと警告するべきだと思いますね。山口先生の調査によると、こういう誹謗中傷を投稿している人はネットユーザーの40万人に1人と言われています。これ当然その批判のレベルによるんで、本当にみんなが怒って炎上状態になって、それにみんなが乗っかるみたいな時には多分40万人に1人以上がリポストとか参加してると思うんですけど、いわゆるその攻撃的な投稿をする人っていうのはすごい少ないんですよね。で実は結構誹謗中傷された人が本人特定をすると、もうほとんどの投稿を実は数十件とか数百件の投稿を一人がしてたみたいな、複数アカウントを数十個作ってですね、みたいなことがあるので、実はこのやってる人を止めるっていう行為をすることによって、減らせる可能性は私はあると思っており、ここに関しては私はちょっと今、過激派ですね。もうその悪質な投稿をする人もできるだけちゃんと本人特定して、もう二度とそういう人が、誹謗中傷行為は違法だからやっちゃダメだって分かるように、ちゃんとやっていかないと、知りませんでしたとか、そんなつもりはなかったって、もう相手が傷ついた後にそんなことを言われても何の助けにもならないですからね、被害を受けた人が。特に誹謗中傷が殺到することによって、もう人が亡くなるっていう出来事がもうこの数年何回も起こってますから、これはもう本当にその暴力だと認識して、やっぱり社会全体で取り組まないといけないと思います。メディアとか、我々個人個人もやっぱそうですね、周辺の、知ってる人とかもそういう投稿したら、やっぱり、そこにコメントすると怒っちゃうかもしれないので、やんわりと DM で教えてあげるとか、必要なのかなっていう。結構こういうオリンピックの時に、オリンピック選手の誹謗中傷問題が出てくると、なんかスポーツ選手なんだから SNS なんかやってないで、スポーツの練習に専念しろみたいな声も出てきちゃうんですけど、でもやっぱり SNS があるからこそ、スポーツ選手はそのファンともつながれるし、やっぱりその、我々もそれによってエネルギーをいただけるっていうのはあると思うんで、もうこれはやっぱり SNS 時代で、僕は SNS 側の人間なんでちょっとバイアスかかりますけど、やっぱりなんかなかった時代は良かったみたいなことを言ってる場合じゃなくて、いかにこの状況、インターネット上がコミュニケーションの中心なんだから、面と向かって言っちゃいけないようなことはオンラインで言っても当然ダメなんですっていう。面と向かって相手を怒らせたら殴られるようなことをオンラインで言ったら当然反撃がありますよっていうふうに、日本のネットユーザーが思うようにやっぱり変えていかないとダメなんじゃないかなと思ったりしています。個人的にはあんまり法的措置に頼るとかそういうのは良くないから、みんなの空気で変えれればいいなとは思ってるんですけど、やっぱ本当に悪質なやつは悪質みたいなので、ここはもうぜひオリンピック委員会には断固たる処置を取って選手を守っていただきたいなと思う次第です。はい、今日はネガティブな話題ですけども、こちらのチャンネルではできるだけ日本のエンタメをポジティブに応援したいなと思っていますので、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。